はい、今日もですね YouTube の視聴者さんよりご質問いただいております。CI はですねバートンのですねホームタウンヒーローという板を持ってます。とあるチューンナップショップに買い物しに行ったらですね、この板はホットワックスをしてもあまり変わらないと言われたのと、あとワックスでスクレーパーをする際にソールが剥がれてしまうかもしれないと言われたのですが、これについてナベさんの意見を聞いてみたいです。素材は WFO と表記あったので調べてみるとシンダードベースだと思われるのでワックスをかけた方がいいと思うんですけども、このチューナップショップさんの意見ってどう思いますか。まあ、詳細わかんないんで難しいかもしれないですけどってことです。よろしくお願いします。はい、じゃあお願いします。お願いします。ちょっと難しいですね今のご質問は。それはもう多分その個々のショップさんの、そのチューナップショップさんの、はい、判断だとは思うんですけど、はい、まあ、それは例えば、お医者さんでもセカンドオピニオンがを作るように、はい、まあ、ある意味その、いろんなことを聞いて、もし例えばシンタードベースであればそのシンタードベースの中の種類にしても、まあ、柔らかいやつから粒子の粗いものから粒子の細かいものまであると思うんですけど、はい、そういったものの中で行ってみえるのか、スクレーピングして剥がれてしまうっていうことであればよっぽど脆いっていうか、その今の柔らかい素材だと思うんですよね。それ以外はないと思うんですけど、どっちみち新タートだったらワックスかけてもいいと思います。はいはい、うん、多分ね、要はポリエチレンでもどちらかというとその、はい、前もお話ししましたエクストルードっていうその今の、はい、ポリバケツに近いような、はい、ツルツルな生地、はい、のものは安定はしてるんですけどワックスを塗らなくても滑るようにな状態なんですね。はいはいはい、ただワックスは本当に染み込まない、要は細かい穴がないっていうか隙間がないっていう、はい、でそれだとすると、まあ、確かに滑走面も弱いので、はい、スクレーピングしても、ちょっと剥がれやすいかったり、はい、一緒に削れてしまったりとかする場合があるかなと思いますけど、はい、それを言ってみえるのかなと思いますけど、もう今のそのシンタードベースということが間違いなければ、はい、それは温度を確認しながらも染み込んでいくとは思いますけど、はい、はいはい、温度は滑走面によっても結構その同じ温度帯で例えば100度なら100度でアイロンを使ったとしても、はい、溶けてしまうような滑走面も本当はあるんですよね。へ、ありがとうございます、はい、溶けるというかその傷がついてしまうみたいな感じで、はい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 、その時柔らかいってことですよ。はいはいはい、要点というかそれが低いってことですよね。はい、でもね、それはもう粒子の粗いとかその特にエクストルードなんかは気をつけなくちゃいけないのは、はい、アイロンをかけるためのものじゃないので、はい、ほぼ、はい、なのでやっぱりそのリキッド系のワックスを塗ってくださいと、で表面について取れた場合でも滑りますよっていうような、はい、設定なんですよね。はい、だから多分それを言ってみるのかなというふうに思いますけど、だから間違いなくそのシンタードベースであれば例えばメーカーのその相談室じゃないんだけどそこに確認取って、はいはい、いやホットワックスかけてくださいねっていうことだったらかけていいと思います。はい、なるほどなるほど、分かりました。ちょっと一応相談してもらえるなら相談してもらった方がいいってことですよね。そうですね、くれぐれもよく写真が送ってくるんですけど、はい、それではちょっと私は分かりませんので、はい、もしチューンナップ出されるところであれば、はい、その時はもう 腹をくくって出してください、はい、でそれでこちらの方でできる処理をして、はい、その時はお電話で相談したりとかしますのでこちらから、はい、でこういうところが落としどこですねと、はい、こういうところにしましょうかということを言って、はい、納得していただいたらそこでチューンナップをするっていうのが僕たちの形なので、はい、例えばもし送っていただいたとしても適当にやることはないですっていうところです。なので、それは素材を見させていただきながら、はい、こう思うんですけどこういう処理をしましょうかみたいな感じでやっていくっていう。だから、はい、そのショップに出されたんであれば、それなりにやっぱりそのホットワックスはかけていってもいいと思います。うん、でそれで流れるような感じであまりこう染み込まないなっていう状況だったらそれはやっぱどちらかというとポリバケツに近いんだろうなっていうふうに思いますけど。なるほど、はい、なるほど、分かりました。はい、ありがとうございます。かけてください。はい、じゃあお願いします。
はい、ただいま、チューンアップのキャンペーンを始めました。ですね、下にある URL をですね、またクリックしていただければ、またその方法なり、説明が出てますのでよろしくお願いします。スキー・スノーボードへの疑問を YouTube で回答します。滑り方で聞きたいこと、道具の選び方で聞きたいこと、道具のメンテナンス方法で聞きたいこと、体作りで聞きたいことなど、何でもお気軽にどしどしご質問ください。 YouTube のコメント欄にご入力をお願いいたします。随時動画やコメントで回答させていただきます。今後も定期的に動画をアップしていくので、ぜひチャンネル登録を必ずお願いします。